皆さん、おはようございます。これより6月定例市議会第3日目の本会議を開きます。ただいまのご出席は39名であります。会議録署名委員に林俊博議員、松本議員のお二人を指名いたします。本日の議事日程はお配りしております通りでございます。日程に入ります。日程第1は個人質問並びに公第115号議案、令和3年度岡山市一般会計補正予算第2号について以下56件の議案についてであります。これらを一括了承し個人質問を行います。それでは順序に従いまして江田議員、どうぞ。皆さん、こんにちは。自由民主党岡山市議団の江田敦です。まず冒頭に、新型コロナウイルス感染症が、一時期のピークに比べてだいぶ減少傾向には、ております。ですが、新型コロナウイルス感染症に陽性反応が出てしまった方に対してですね、罹患したことが罪なのかと、思われるようなですね、誹謗中傷等々、まだまだ流行ってきております。ぜひともですね、それと誹謗中傷がないように、新型コロナウイルスに、陽性反応が出たとしてもですね、辛い思いをしないようにですね、皆さんで心がけていただければなと思いますので、合わせてお願いいたします。時間も限られておりますので、都合に従い早速質問の方に移らせていただきます。1、南区の空き家対策について、近年全国的に空き家が増加し非常に問題となっております。1998年時点では576万戸だったが、2018年には849万戸まで増えているそうです。そのうちの賃貸用または売却用の住宅以外、つまり使い道が決まっていない住宅を含むその他の住宅の数は約 1.9 倍に増加しているそうです。放置され老朽化した空き家は崩壊の危険性があるだけでなく、不審者の侵入、放火、ゴミの投棄、悪臭、害虫の発生など周辺の住環境へさまざまな悪影響を及ぼす可能性があるので対策が必要となっております。また使われていない家屋が空き家として放置されがちな要因の一つは、住宅を壊して更地にすることで土地所有者が支払う固定資産税と都市計画税の金額が跳ね上がってしまうという現行の税制度にあります。家屋が建つ土地は住宅用地として固定資産税、都市計画税の軽減措置が適用されます。家屋を建てることで土地にかかる固定資産税は最大1/6、都市計画税は最大1/3まで負担軽減されますが、家屋を撤去し更地に戻すとこの負担軽減措置が適用されなくなるのです。解体をするにしても費用がかかるのに更地にした方が固定資産税の金額が高くなるというのであれば、多くの人があえて解体をする必要がないと考えるのだと思います。昨今のコロナ禍によって空き家所有者の動きにも変化があると伺っております。以前から空き家所有者の多くは責任を持ってメンテナンスを行っておりました。定期的に通って草刈りなどをしていたのですが、コロナ禍でそれができない所有者が増えました。そのため放置空き家が増えてきているとの話も聞きます。そんな中、議員立法で成立した空き家対策特別措置法が施行され6年経過しました。各自治体による空き家等対策計画の策定率に関しては2016年度が 20.5% だったのに対し、2019年度は 69% となっております。そして法定協議会の設置率は2016年度が 21.3% だったのに対し、2019年度は 47% となっております。全国の自治体の半数またはそれ以上が空き家問題に対して計画的に取り組んでおります。本市においても岡山市建築指導課では頻度などが高いものから重点的に手掛け、かなりの数が解体されるなどの成果を上げていると伺っております。また空き家対策においては解体撤去だけでなく利活用も増えてきております。リフォームした空き家や解体した空き家の跡地を活用してコミュニティ維持につなげるなど、各地でさまざまな取り組みがなされております。
先日ビジョン岡山でも南区の阿津町内会の空き家対策の取り組みが特集されておりました。生産性のない空き家に命を吹き込み、サービスを呼び込み、継続的な事業として集落経営を実現するモデルに取り組んでいるそうです。また山形県酒田市では自治体の空き家等の見守り活動の支援が挙げられます。同市では自治体による最低月1回の空き家の見守りや新たな空き家情報の市への報告などの活動に対し運営交付金を支給しております。自治体による空き家バンク制度というものがあります。自治体が仲介者となって空き家の売却や部屋貸しの希望者との購入、賃貸希望者の受給マッチングを行い、自治体ホームページ等で物件情報を公開する、いわば自治体による不動産仲介です。先ほど挙げた放置空き家の増加要因の一つである税金に関しても、福岡県豊前町や鳥取県日南町では独自の基準に該当する空き家を撤去した場合、約10年間の固定資産税の減免を実施しております。このような取り組みによって、所有者は解体後に時間を設けて、ゆっくりと土地の利活用を考えられるため、対策も進んできております。昨今では新しい生活様式の導入に伴うテレワーク増加の対応策として、サテライトオフィスとしての空き家活用や、先ほど申し上げた南区の阿津町内会の取り組み事例のように空き家を中心に町おこしを行う市町村も増えてきております。これらのような連携した取り組みは地方にとっては就業者の確保につながるため、非常に有益な空き家の活用方法となっていると伺っております。空き家対策と並行して地域活性化も行うことができる自治体と国、自治体と民間との連携も今後はより活発になっていくのではないでしょうか。そこでお伺いします。括弧1、本市と南区における空き家状況は把握されているのでしょうか。現状をお示しください。括弧2、本市と南区における特定空き家の数をお示しください。括弧3、助言、指導、勧告、命令、行政代執行、略式代執行など特定空き家に対する実績をお示しください。括弧4、本市における空き家対策の補助金、助成金などをお示しください。括弧5、空き家の所有者やこれから空き家になる予定の住宅を持っている人向けの相談窓口、相談会などは実施されているのでしょうか。相談員は司法書士、行政書士、建築士、税理士などの専門家で無料で相談することができるなどのサービスがあるといいと思います。ご所見をお示しください。括弧6、特定空き家を撤去、解体する際、解体後の固定資産税の増額が負担になり、空き家のまま維持をされる方も多いと聞いております。解体後の固定資産税の減免、免除などはできないでしょうか。一定期間でも減免、免除があれば空き家を減らし、空き家を所有していた方は経済的負担も減り、次の利活用を考えることができるのではと思います。ご所見をお示しください。括弧7、地域住民を中心に空き家見守り隊を結成し、月1回の巡回を行う活動をしていただき、市は見守り隊からの報告を受けながら空き家状況を収集する、活動資金などを市で助成するなどして地域と一体となって早期の空き家対策をするのも一つの手だと思いますが、いかがでしょうか。ご所見をお示しください。2、スポーツ施設利用向上について、岡山市には直営、民間委託など多くのスポーツ施設があり、市民の健康増進や体力向上はもちろん、子どもたちに夢を与え、叶える場所として利用されております。また、利用希望時間帯が重なることなどから、ぜひとも増やしてほしいという声も絶えません。スポーツ施設の空き状況については、ネット上で確認でき、予約できるシステムになっており便利です。そこでお伺いします。各地、私有スポーツ施設のうち、主要な多目的グラウンドの利用率をお示しください。括弧2、利用向上のためにも利用率などを考慮し、利用料金を改定、括弧条例改定するべきです。ご所見をお示しください。で、以上で1回目の質問を終わります。ご答弁のほどよろしくお願い申し上げます。空き家解体後の固定資産税を減免免除できないかとのお尋ねでございます。特定空き家を理由として減免等を行うことは、空き家を自主的に除去し、さら地にした方との税の公平性を担保できなくなる恐れがありますので、難しいと考えております。以上です。都市整備局長。都市整備局長です。同じく本市と南区の空き家の状況把握について、
平成27年に市内全域を対象に空き家の実態調査を実施し、市内に8660棟、うち南区に2014棟の空き家を確認し、それぞれ建物の不良度や樹木の反物の状況などを把握しております。またその後5年間の空き家の推移などを把握するために令和2年に一部地域を対象として同様の調査を行っております。この調査の結果、平成27年から除却や活用により多くの空き家が解消された一方で、新たに発生した空き家も確認されており、空き家の数は全体として増加傾向にあることが分かっております。次に本市と南区の特定空き家等の件数について、それから特定空き家等に対する措置状況について一括してお答えいたします。特定空き家等の認定については、平成28年度以降の各年度に69棟、57棟、57棟、43棟、26棟、延べ252棟を認定し、うち南区は延べ41棟を認定しております。特定空き家等の認定後は、所有者不明の5棟を除く247棟について除減指導を行い、うち227棟が除却等の対応を既に終えております。残る特定空き家等につきましては、引き続き所有者に除却等の対応を求めてまいります。また、所有者不明の特定空き家等5棟のうち、3棟を略式代執行により建物を除却し、また1棟に応急措置を実施しております。残る1棟は今年度内の略式代執行に向け準備を進めております。なお、勧告、命令、行政代執行の実績はございません。次に、空き家対策の補助金・助成金についてです。空き家にかかる補助制度としては、特定空き家等の除却工事に対し、平成28年度からこれまでに201件、約9190万円の助成を行っております。また、空き家を活用するためのリフォーム工事に対し、74件、3720万円、空き家診断に対し1件5万円をそれぞれ助成しております。次に、専門家による相談会についてです。空き家に関するさまざまな相談にワンストップで対応するために、建築指導課などに、空き家等総合相談窓口を設けて、空き家の所有者等からの相談に対応しております。特に専門的な知識を要する相談については、弁護士、司法書士、宅建士などの専門家で組織された一般社団法人岡山住まいと暮らしの相談センターと随時連携し対応しております。また市と当該団体による無料相談会を毎月定期的に実施しております。この後最後に地域住民による空き家見守り隊についてでございます。議員ご提案の空き家見守り隊は、地域と連携した管理不全な空き家の早期発見を目的と認識しております。本市では地域にご協力をいただくことなく、委託調査により市内全域の空き家を把握しております。さらに管理不全の空き家について地元自治会や周辺住民から相談窓口に空き家の状況や所有者等に関する情報提供をいただいており、所有者による適切な管理を促す取り組みを行っております。地域との連携は空き家対策の重要な視点の一つと考えており、地元自治会や周辺住民と連携の方法等について今後も相談してまいりたいと考えております。以上です。支援生活局長。市民生活局長です。大きな2番スポーツ施設利用向上についての項、スポーツ施設の利用率についてです。大会利用も行われる比較的規模の大きな多目的グラウンドの利用率は、新型コロナの影響を受けていない令和元年頃の春と秋の土日では高いところで9割、低いところで3割程度となっております。次に利用料金の考え方についてです。利用料金については施設の立地条件や維持管理費なども考慮しながら、使
いやすい料金設定としているところです。以上です。選びご答弁ありがとうございます。ちょっと先に私有スポーツ施設の件ですが、利用率が、立地条件等々に応じて料金を改定していっているというところなので、ぜひともですね、利用率が低いところはより利用しやすい料金の方をですね、改定していただけるよう心を出て考えていただければなと思いますのでよろしくお願いいたします。で、空き家の件についてなんですけども、空き家のやっぱり量が、総数がですね、圧倒的にやっぱ多いと思うんです。で、それに対しての実績数としてはまだまだやっぱり少ないんじゃないかなというところを感じます。そこの部分ではですね、ぜひともですね、今の現状の実績数自体はですね、どう評価されているのかっていう部分も、ぜひ聞きたいなと思います。少ないと思っているのか、多いと思っているのか、そこだけでも教えていただきたいなと思います。またですね、今後の実績数を伸ばしていった方がいいかなというふうには思っているんですけども、そこについては具体的な対策を考えられているのかというのも、お聞きしたいなと思います。相談窓口が今もあるということだったので、ぜひともですね、それを皆さんに周知していただくため の, 告知等々をしっかりしていただけたらなというふうに思っておりますので、これは要望として、お願いします。税金の減税のことなんですけども、税の公平性というところを言われておりますが、実際にじゃあこうどうやってその空き家を減らしていくのかで困っている部分にどうやって具体的な対策をしていくのかというところはやっぱり考えていかないと空き家の総数自体はやっぱ減ってこないと思うんですね。で、その税の公平性を言われるのであれば、減税とかそこが難しいのであれば、例えば補助助成、固定資産税とかの、金額をある程度算出して、それにこうあったぐらいの金額を補助助成するっていうのも可能なのかなというふうに思うんですけども、そこについてのご証言をお願いいただければなと思います。実際このちょっと空き家問題というのは全国的な問題になっていて、先ほど答弁の中にもありましたけども、数がこれから先も増えていくのではないかなというふうに言われておりますので、岡山市としてですね、今後将来、空き家対策について、どうされていきたいのか、どう対処していくのかというのを、ぜひとも市長の方に答弁いただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。以上で質問を終えたいと思います。以上、よろしくお願いいたします。当局の答弁を求めます。市長、皆さんおはようございます。空き家、全国から見ても岡山市の空き家率は高いですね、政令市の中で。まあそういうことを、調査の上答弁されたんだと思います。一つにはこの数十年にわたって、どんどん市街地が伸びてきたというようなこともね、そして今だいぶ改正してる、そういったことも一つには空き家の原因になっているんじゃないかなというように思います。したがって、やはりまずは全体は都市構造をどうしていくか、我々として、金曜日にもありましたけども、やっぱり産業をもちろんこれから活性化して、社会像 を考えていくということは、考えてはいかなければならないというわけでありますが、しかしながら自然源が1000人を超えているようなこんな状態です。当然人口の減少ということも頭の中に置きながらやっていかなければならないというわけでありまして、そういう面からいくとですね、都市構造を考えるとなると、やはり市街化区域、市街化調整区域の議論になるわけであります。したがって、そういう
都市計画をきちっとしていくということが、これから空き家を減らしていくということに一つ意味が出てくるということだろうと思います。空き家を減らすということはどういうことかというとですね、もちろん今言ったような治安上問題になってくる特定空き家をなくしていくということも一つはありますが、それだけじゃなくて、やはりそういったところに人が住んで不便な状態になって変わっていく、そういったことを避ける必要があっていくわけで、市街化を抑制すべき地域っていうところをきちっと理解をしてやっていかなきゃならないというように思っているところであります。もちろん特定空き家についての今略式大執行等々をやらせていただいてますが、こういったことはきちっとこれからもやらせていただきます。都市政府局長。都市政府局長です。都市政府局長です。空き家のことで、現状の評価というお尋ねでした。空き家が大滅すると管理が不全な状況で周りに影響を与えているようなものと、管理状態はそれなりによくって良いんだけど、空き家になっているっていう大きく2つに対立できると思っております。でこれまで、どちらかといえば、管理が不全で周りに迷惑をかけているものに対して、積極的に対応してきたということで、こちらについては、一定の、成果につながっているんじゃないのかなというふうに思っています。しかしながら、その管理状態のいいものの方が圧倒的に多くてですね、こちらへの対応というのがなかなかまだできていないというふうに思っています。で今後、もう一つの質問の今後実績をどう伸ばしていくかというお尋ねなんですけれども、昨年の2回目の調査を行いまして、1回目と比較するようなことで空き家が一体どう動いているのかっていうようなことを調べましたので、今年度空き家対策協議会というのを、市長が会長なんですけれども開かせていただいて、計画の見直しを少しさせていただいて、皆さんで議論をしていただいてですね、少し方向を変えながら今後の対策っていうのを考えていきたいというふうに思っています。以上です。前線局長。財政局長です。固定資産税が、高くなった部分についての補助というお尋ねだと思いますが、税の観点ではそういったものを補助するという制度とかは考えられないとは、思いますが、税の方はやはり繰り返しになりますけど、公平の税の公平性というところはやはり確保していくという部分でございますので、よろしくお願いします。江川議時間も短いので1点だけ、笠岡市の方はですね、そこの固定資産税を算出して補助助成というものを行っているんですけども、岡山市としてもそこは考えられるんじゃないかなと思うので、ぜひとももう一度ご検討お願いしたいんですけども、ご紹介。当局の答弁を求めます。財政局長。財政局長です。繰り返しになりますけれども、税の、立場で補助とかいう部分ではなく、その、今回のこの制度に対して政策として補助という、ことでの検討といいますか、はい、そういうことになるかと思います。以上で江田議員の質問が終わりました。